よいよソロに入るわけですが、今回からいろんなスケールを使って、ソロを演じていただきます。実はこれそうですね、ソロをする上での一番、最初に、そうですね、やるというか、まず音楽的に、ハーモニー感とかいろいろなものをそう身につけていただくことがまず一つ。それと、まず楽器のテクニックですね。テクニックを向上させるためにとても良い、練習となる。これは、そうですね。このスケールを使って練習するというのはとても、技術が発展しますので、ぜひこれをやっていただきたいと思うんですが、今回やるペンタトニックっていうのはですね、このトニック、いわゆる安定和音、不安定和音関係なく、合うその音っていうのを並べたものなんです。じゃあなんでこの中で言うとファとシがないかっていうと、これは